そういうわけで、次はですね、セクション 2.3.2 なんですが、多倍調整数と単精度整数の乗算からまず見ていくことにしましょう。いきなり多倍調をかける多倍調をやる前に、多倍調の整数とあと単精度の整数のですね、もう少し基本的な演算のこの計算量を見るところから始めたいと思います。で、そこで、一応その前にですね、さらにもう1ステップ遡りまして、その単精度の整数同士の乗算っていうのを調べていきます。今x と y が整数で、仮にこれ x も y も n 桁の整数だったとしましょう。今ベースは2進数でも10進数でもどちらでも意味は同じなので、どちらでも構いませんが、とりあえず n 桁 の、 数2つをかけると、そうしますと xy っていうのはの桁数というのは 2n 桁になるわけですね。これは皆さんちょっと考えてみればすぐ分かると思うんですが、で同じようなことで、これ今度はこれをワード単位で考えますと、2進数で、x が1ワードの数、y が1ワードの数であったときに、で xy っていうのは、たかだか2ワードになりますよということは、この1ワード同士の整数の積を行ってその結果を全部正しく保存するには、とりあえず結果を入れるのに2ワード分のメモリが必要になるということが分かると思います。でそこで一応このテキストではこういった形のその乗算装置を考えることにします。これはですね、 x と y はそれぞれ1ワードの箱だと思ってください。で x とまず y をかけます。1ワード同士の XY をかけますと、この XY っていうのが2ワードになるわけですね。で、その2ワード、XY の2ワードの上位桁のワードを、このように補助演算装置と呼ぶことにします。で、XY の上位桁は補助演算装置というところに入るということです。で、一応ここではさらにですね、この XY の結果に、1ワードの整数 z を加えることを考え、加えた仕組みを考えます。一応、だから xy プラス z っていうのを1セットの演算だと思って、これから処理するわけですね。で、このことを、この時ですね、この、最終的に xy に z を加えた、上位桁をガンマ、ワードガンマというふうに置いて、下位桁をワード w というふうに置きますと、この時ですね、この xy プラス z っていうのは、その、ガンマと W を使って表すと、ガンマ ×2 の N 乗プラス W というふうに表すことができます。で、この1セットの演算をですね、XY プラス Z から、この、なんか大括弧でくくった、この W とガンマという、そのワードを得るというような表記を、で表すことにします。ここまでいいでしょうか。で、今度これを使って、まずその多倍調の整数と単精度の整数の乗算を考えます。ここでは、A という数を、今、ワード、4ワードの多倍調数としまして、でこれにその B という単精度の数をかける掛け算、乗算を考えます。でそうしますと、これもやはり多項式と同じように、その、A のですね、下位桁から順番にこの B をかけていけば良いものですから、我々がよくやっている筆算と同じようにやるわけですね。で、まず下位桁の方から、下位桁のワード A0 にまず B をかけます。で、そうしますと、A0B、下位の桁が A0B、それから、上位の桁がガンマ1というふうに出てきますので、このガンマ1のところは、その上位ワード、A0×B の上位ワードですので、次の上位の桁に繰り上がりするべき数なんですね。ですので、ガンマ1は次に繰り上げますよということで、じゃ次のワードでは、A1×B を計算して、でこの下位桁から、下位のワードから繰り上がってきたガンマ1を加えたものを、こういうふうに表しますと。でそうすると、ここでもやはり繰り上がりが生じて、この繰り上がりは上位桁のガンマ2、上位ワードのガンマ2ですから、このガンマ2を次のさらに上位のワードに繰り上げますと。で、さらに次のステップでは A2×B を計算して、その下位のワードから繰り上がってきたガンマ2を加えたものが、こういう形の数になりましたと。
でさらにここでもそのガンマ3っていう繰り上がり生じますから上位ワードのガンマ3を次の、次の演算に繰り上げますというようなことを繰り返して、まあ、最終的にその、まあ、このような形 の, その数の表現を得ることになります。で、まあ、以上のステップをその疑似コードで書いたのがこちらのアルゴリズムです。まあ、多倍調整数と単精度整数の乗算でして、まあ、入力はあの A が多倍調数、それからあの B が単精度の数となっております。で、出力として、まあ C という数を得ますということなんですが、うん、一応あのアルゴリズム自体は先ほどのその筆算の計算をその、まあ、疑似コードの形で順番に書いたものですので、その意味するところはまず各自で後で確認しておいてください。でここではその次に計算量を見積もります。これはそのワード単位の加減乗除が何回発生しているかという計算量ですね。でそして見ていきますと、こちらにありますように、まあ、ステップ2の中でループが発生しておりまして、そこでまあ実際 の, あの加減乗除が残が起こっております。でループの回数は、この i インデックス i が0から k-1 までを動きますので、ループの回数は k 回 でその中でその先ほどの筆算で見てきたような演算ですね、ここにありますように、乗算が1回、AI×B という1ワードの乗算、それからこのガンマ i 加算が1回ガンマ i っていうのは、これあの下の桁から繰り上がってきた、繰り上がりを加える加算ですねが生じます。で、これで合計しますと、合計の計算量はオーダーの K ということになりますが、K というのは何だったかっていうと、あの与えられた多倍調数 A の長さでしたので、この多倍調整数と単精度整数の乗算の計算量は、この多倍調整数の方の長さに比例するということができます。まずここまででしょうか。で、このアイデアを踏まえまして、今度はあの多倍調整数同士の乗算を考えようというわけですね。今、その多倍調整数対単精度整数の乗算を作りましたので、今度はかける方の整数も多倍調にしてみましょうというわけです。で、また次もですね、こういう例題を出しました。A としては、あの5ワードの多倍調数ですね。それからあの B として先ほどはあの単精度数だったんですけども、今度は B0B1 というその2ワード の, あの数を持ってきます。でこれもやはりその桁ごとにですね、桁のワードごとにその上位桁から下位桁のワードごとにこう掛け算をして加えていくんですけれども、まあ、すでに多くの人が気づいたと思うんですが、実はあの1変数多項式の場合とかなり似た計算を行うわけですね。1変数多項式の場合はその x2 乗 x3 乗っていうふうに x の次数ごとにこう係数が分かれていたんですけれども、まあ、あの 多倍調整数の場合には2の2乗2の3乗っていうようなその数の大きさごとにあの分かれワードを分けて、でそれぞれのワードであの掛け算を行って加えていくということで、実はあの多倍調数の乗算はあの、まあ、加算もですけれども、あの一変数多項式とほぼ似た形で行うことができます。あとは注意しなければならないのは、この途中の計算のステップですね、この筆算の途中の計算のステップで、その多倍調数と単精度数の演算なのか、あるいは多倍調数と多倍調数の演算なのかということを一応区別していく必要があります。でここで見てみますと、この掛け算の途中のステップっていうのは、例えばこの1行目ですね、1行目は、これはあのこの多倍調数 A に、その B の中のこの下位桁 B0 をこう順に加えていくという計算ですので、ではこの1行目っていうのは、多倍調数と単精度数の、まあ、乗算なわけですね。で2行目もやはり同じように多倍調数 A にその B の上位桁 B1 をかけることですので、多倍調数と単精度数の乗算ということになります。というふうにして、この掛け算の途中のステップは全部
多倍長数と単精度数の乗算の繰り返しになるということに注意してください。で最後に、それらの途中の計算結果の和を取ってこの係数 CI っていうのを求めるんですけれども、ここではその多倍長数同士の加算を行っているということに注意してください。だからこの中で出てくる乗算は多倍長対単精度で、最後の加算だけ多倍長数同士というふうに進んでいます。で、これをその先ほどの筆算をですね、疑似コードの形にまとめたのがこの多倍長数同士の乗算 のアルゴリズムです。ここにありますように入力が、K ワードの多倍長数、それから A ですね、それから B が M ワードの多倍長数ということになっております。で、C として合計でワード数が K プラス M ワードの、まあ、多倍長数を出力するというアルゴリズムになっています。で、じゃあ一応その計算量も見ながらアルゴリズムを見ていきますと、こういうふうになるんですけれども、まず最初に1ステップからここのアルゴリズムでは数の乗算が入っていることに注意してください。ここでは多倍長数 A にですね、その B の最下位の桁 B0 をかけるという乗算を行っています。でこれは多倍長数と単精度数の乗算ですので、計算量は先ほどもやりましたように、多倍長数の方の長さに比例するということで、このオーダーの、連 A ということに、レングスの A ということになっております。で、次に、そのステップ2のところが筆算にあたるこのループの部分なんですけれども、ループの回数は、B の長さ分だけ、M-1 回ですね、M-1 回発生するんですが、でここでやっていることはまず、多倍長数と単精度数の乗算、ここですね、A×BI という乗算を行っています。でその計算量は先ほどのステップで、まあ、ここでもありましたように、オーダーのレングスの A ということになります。でそれからあと筆算の下の方で行われていたその加算に相当する部分が、ここですね。でここは多倍長数同士の加算なんですけれども、その長さは A の長さに比例しますので、オーダーのレングス A ということになります。でそこで、じゃあ合計の計算量というのはどうなるかというと、ここにありますように、オーダーのレングス A の、まあ、加減乗除算を、合計 M 回、繰り返すということですので、下にありますように、この全体での計算量というのがオーダーの M かけるレングス A ということになります。で、M は何だったかというと、その多倍長数 B の長さだったんですね。ですので、それを M を B のレングスで置き換えると、この多倍長整数同士の乗算の計算量は、それぞれの入力の多倍長数の長さの積に比例するということが分かります。ですので、先ほど多項式、一変数多項式の乗算に関する演算回数ですね、を調べたときに、その演算回数というのが入力多項式の2つの多項式の次数の積に比例するということをやりましたけれども、ちょうどその2つの多項式の積っていうのと、ここで扱っている多倍長数の長さっていうのが、こう、よく対応しているということに注意してください。ここまでいいでしょうか。